皆さん、こんにちは。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。元横綱白鵬の宮城野親方が、2024年3月11日、39歳の誕生日を迎えました。しかし、自身の SNS が更新されることはありませんでした。宮城野親方は、これまで頻繁に SNS を更新しており、38歳となった昨年には、X、で次のような文面を投稿していました。おかげさまで38歳になりました。師匠として曲げがない誕生日で感慨深いものがありました。お祝いメール、そしてお祝いメッセージ、本当にありがとうございます。春場所今日から初日、応援よろしくお願いします、と綴っていました。 X と Instagram の最終更新日は2月19日で、岩手県山田町で講演会を開いたことを報告していましたが、そこから3週間以上新規投稿がなされていません。宮城野親方は2月23日に弟子の元幕内北青鵬の暴力行為に対する監督責任などで委員から年寄りへの2階級降格と3ヶ月の 20% 報酬減額の処分を受けました。師匠としての素養と自覚の欠如を問題視され、春場所中は玉垣親方が宮城の部屋の師匠代行を務めています。そんな中、いろいろ情報を集めてみると、元横綱白鵬こと宮城の親方の凄まじい嫌われっぷりが徐々に明らかになってきました。理事長どころか理事すら絶望的だと見られており、周囲は自業自得だという雰囲気を出しているそうなのですが、一体どういうことなのでしょうか。弟子の北青鵬による暴力騒動で2階級降格などの厳罰を受けた宮城野親方、日本相撲協会から師匠失格の烙印を押され、今場所は大島部屋付きの玉垣親方が師匠代理として所属力士の指導をしています。4月以降の宮城野部屋の処遇は伊勢ヶ浜一門と協会執行部の判断次第ですが、一門内では当面閉鎖の意見が多数となっています。宮城野部屋は一旦解散となり、所属力士裏方は一門内で分散されることになりそうです。現在、相撲部屋が解散となった場合は、各力士に希望を聞き、それぞれ振り分けられる手順となっているようです。ただ、力士はともかく、問題は白鵬を引き取りたがる部屋などない、ということなのです。今年1月、相撲協会の理事選が行われました。理事長就任の野望を抱き、かねて打って出るのでは、と噂されていた白鵬は出馬を断念した経緯があります。同じ伊勢ヶ浜一門からは浅香山親方が出馬し理事に当選しました。伊勢ヶ浜一門は親方数11人います。理事選は10票前後が当確ラインとされており、一門だけの票では1人を当選させるのが精一杯となります。浅香山親方を理事に推すことは一門の総意であり、将来の理事及び理事長を目指す白鵬は同門の親方衆からも警戒されていました。結局周囲の説得もあり身を引いたと言われていますが、内情を探ってみるとそうでもないというのが大方の見方です。いや、実際は直前まで票集めに勤しんでいましたよ、とある親方が述べています。ただ最終的に3票か4票しか集まらなかったそうです。白鵬が当てにしていたのはモンゴル出身親方の票でした。同じ伊勢ヶ浜一門の大島親方をはじめ、モンゴルから帰化した親方は数人います。ところが、伊勢ヶ浜一門だけでなく、同郷の身内からもソース感を食らったのです。その一人が大島親方でした。大島親方は、1992年に元小結旭秀山らと来日したモンゴル人力士第一号です。白鵬、宮城野親方の大先輩であり、仲も良好だったと言われています。ところが、現状は異なるようです。今年1月、宮城野部屋にモンゴル人力士が入門しました。身長193センチの大型で、将来が有望視されていました。ところが実は、彼は当初、大島部屋の入門が内定していたというのです。大島親方も、将来、すごい力士になるぞと大喜びだったのですが、あろうことか白鵬が横髪破りをしました。後から出てきてかっさらったのです。これに大島親方は大激怒しました。一時は
白鵬からの電話も無視し、断絶状態になったのです。最終的に白鵬が土下座せんばかりに平謝りし、大島親方も一応は許したものの、以前のような蜜月ではなくなりました。この一件により選挙協力も到底望める状況ではなくなりました。白鵬は他方面に声をかけたのですが、なしのつぶてだったそうです。一門の名を冠する高砂を継承した高砂親方は、今さら他の一門に票を回す義理はないし、でかい顔をする後輩にいいダクダクと従う理由もないと言ってのけたそうです。他にも藤島部屋付きの錦島親方にも援助を求めたと言われています。翔天楼は現役晩年に癌を患い、闘病生活を続けていました。その面倒を見たのが藤島親方です。翔天楼は白鵬と入門は同期でしたが、大恩ある師匠を裏切れないと誘いを断ったと聞いているそうです。白鵬への投票を約束する親方はいたものの、自身と弟子の間垣親方の2票と合わせても 3,4 票では話にならない状況でした。つまり身内の説得で理事選出馬を取り下げたというよりは、そもそも出馬したところで勝ち目はなかったというのが実情でした。ちなみに相撲協会の理事は必ずしも師匠である必要はありません。だからこそ白鵬は師匠失格でも未だ理事長の椅子を諦めていないようなのです。しかし現役時代からのやりたい放題のツケが回り、今や同郷の身内からも鼻つまみものとなっています。玉垣親方が暴力問題が再発したら私も首と話すように、下手に関わったらとばっちりを受けかねないのです。白鵬宮城の親方は過去には金銭トラブルもあり、まだ表沙汰になっていないごたごたも抱えていると言われています。導火線に火がつく寸前の爆弾みたいなものですとは前室の OB の話です。現役時代には平成の大横綱ともてはやされた白鵬はもはや落日、理事長就任の野望はおろか理事になることさえ困難を極めそうです。すっかり鼻つまみ者になっている白鵬ですが、同一門によれば伊勢ヶ浜部屋に預けたらどうかという意見が出ているといいます。伊勢ヶ浜親方は元横綱朝日富士です。一門内で唯一白鵬に強く出られる立場なのですが、たまらないのが同部屋の横綱小の富士ではないでしょうか。なぜなら新旧横綱の間には壮絶な因縁があるからです。それらについて詳しく報じている弟子の北青鵬の暴力行為により、今場所は師匠の立場を外れている宮城の親方、部屋の閉鎖は避けられない情勢となり、将来的な再興に向けて所属する伊勢ヶ浜一門から日本相撲協会に複数の前後策が提出されたのですが、最も厳しい案では愛弟子たちと離れ離れになるだけでなく、期待の大横綱にとっては角界を飛び出すよりも屈辱的な展開が待っているとしています。横綱時代は誕生日に滅法強く7戦全勝と圧倒的な成績を残した宮城の親方も、今年の3-11はまな板の上の恋でした。今場所は玉垣親方が師匠代行を務めていますが、来場所以降の部屋の運営については宮城の親方も含めた伊勢ヶ浜一門の会合で複数案をまとめ、前日10日に浅香山親方が協会に提出しています。今後は協会執行部が処遇を協議するとしています。いい案から悪い案まであった、一門でいくら話しても結局決めるのは上だからとある親方が話すように、一門に決定権はなく、アンチが多い執行部は宮城の親方にお灸を据えるべく厳しい判断を下すことが予想されています。今場所と同じように一門内から師匠を出し部屋を存続させるのが一番といういい案は却下が確実視され、一門は部屋の閉鎖はやむなしと受け入れつつも、あくまで将来的な再興を視野に入れているとしています。約20人と大所帯の所属力士も大島親方がバラバラの部屋になると宮城の部屋同士が対戦することになる、戻る時にまた同じ部屋になるのでそういうわけにはいかないと説明するように、複数の部屋に分散させず丸がかへの吸収を希望しているそうです。同じモンゴル出身の大島親方が愛弟子たちをまとめて面倒を見てくれるなら心強いのですが、宮城の親方が部屋付きで引き続き指導する案では
やはり執行部の納得が得られない可能性が高いとしています。本命とみられる悪い案は、宮城の親方が弟子と引き離されて単身で伊勢ヶ浜部屋に移り、部屋付き親方になるというものです。一門の総帥、元横綱旭富士の伊勢ヶ浜親方は、来年7月6日に65歳の定年を迎え、後継者として最有力なのは一番弟子の横綱正野富士。宮城の親方を中心としたモンゴル一派とは一線を画してきただけに、同郷の後輩の下で部屋付き親方を務めることに最強横綱のプライドが耐えられるのでしょうか。正野富士にしてもやりづらいことこの上なく、おいそれと引退もできなくなるため、伊勢ヶ浜親方が定年になったら今度は浅香山部屋に行くしかないと、まさかのたらい回しプランまで飛び出しているといいます。一方、日本相撲協会は春場所を前にした3月8日、大阪市内で年寄り総会を開きました。親方衆全員が出席する定例の会合の席上では、元幕内北青鵬の暴力問題で処分を受け、師匠の立場も外れている宮城の親方が謝罪しました。協会関係者によれば、宮城の親方は春場所でこれまで通り場内警備を中心に従事する予定で、外出自粛などの処分も検討されたようですが、これで宮城の親方は毎日場所にも通い勤務することになりますと相撲担当記者が述べています。今後注目されるのは宮城の部屋の扱いです。春場所後の理事会で取り潰しが議題に上がる可能性が極めて高いとされています。相撲部屋での不祥事があった場合、これまではそれぞれの一門で対処してきました。今回も宮城の部屋所属の伊勢ヶ浜一門で処遇が検討されたが、結論は出ていません。実は宮城の部屋の取り潰しについては、一門だけではなく相撲協会の執行部がお目付け役として目を光らせているといいます。一門が出した処分について甘いと認識すれば、差し戻しの可能性もあります。それだけ執行部の怒りは凄まじいのだそうです。もちろんこれは宮城の親方本人に向けたものであることは言うまでもありません。現役時代に多くの処分を受けた親方に対する怒りが今回の不祥事で一気に何倍にもなって炸裂している格好です。とにかく宮城の親方と協会執行部は不仲です。引退の時の断髪式では、協会の現職理事が八角理事長を筆頭に誰一人としてハサミを入れていません。それだけ根深いということです。伊勢ヶ浜一門がなんとか宮城の部屋の存続の道を模索しても、宮城の親方を追放に追い込みたい協会執行部がそれを通す流れではなくなっているのです。春場所後に続投が正式に決まる八角理事長がとどめを刺すレールが着々と敷かれているようです。いかがだったでしょうか。今回は宮城の親方の行く末について情報を集めてみました。不惑を前にして茨の道が広がる宮城の親方、自らを慕って入門してくれた弟子たちと部屋を再興するためとはいえ、どこまで譲歩して屈辱案を飲めるのか、その見極める力が宮城の親方に残っているのでしょうか。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。